問題です。私の今日の朝食は何でしょう。エイペックス中に急にクイズ大会してどこになったら怒るか。どこになったら怒る。だからいつ怒るか。別にクイズやっても怒らなくないか。いるんか怒る人。中に急に問題ですってるんってやりだして何回目で怒るか。もう集中しろよみたいな。私の好きな食べ物は。まんじゅうですが。うぜえ。それはうざいわ。で、嫌いな食べ物は何でしょう。1、きゅうり。2、女の子。とか。それは確かにいつか怒られるかもしれんな。何言ってんのお前みたいな感じで。入れる、ここ使うわ。ダウン。問題です。デデン。クーさんの嫌いな武器は何ですか。お前。傷ついた。お前。なんで連続で負けたから。連続で負けてたから、さっきまで戦闘しだしたときに忘れたから急に問題ですって言ったから。嫌いな武器か、お前。そう、嫌いな、しかも自分で考えさせる問題。問題じゃねえじゃんみたいな。悪かったから、お前質問じゃんみたいな。なんだそれ。うざいところつきたいなと思って。もう切れちゃったよ。そうだね。クイズやっても怒らなくないか。いるんか怒る人。中に優しい人にやった方がいいんじゃない。優しい人がここでツッコミ入れるかみたいな。問題です。テレン。ムービンが初めて食べた。あ、もう全部当たんないわ。消えた。あれまだいる。ムービンが初めてティッシュは何でしょう。初めてティッシュ何。初めて食べたティッシュは何でしょう。はぁ、あ、お前回復させ、めぐりずむ。めぐりずむ、花セレブでした。はい、残念。うざ。マジで俺ね、今クイズに聞い取られて一発も当たらなかったからね。マジクイズのせいで死んだからな。本当に。マジクソ。怒ってたよね、今ね。本当に当たんなかった。問題です。私の今日の朝食は何でしょう。朝食何ですか。何ですか。お前だよ。めっちゃ怒るじゃん。いやー、味噌汁なんですね。植えるんですよ。よいしょ。前。やった。起こして。帰らせた方がいいかな。起こしてー。はい。ごめん。やべえ、クイズ出したから怒ってんぞ。クイズ出したから怒ってんぞ、この人。クイズ出すまで、めっちゃ良かったのに。レースがいくか。クイズで出した瞬間、テンパったの。やっぱ効果あるんだ。効果っていうか、なんていうか。デバフな。デバフ、そう。デバフ効果あるんだ。